皆さんこんにちは。暁松鳳学院の林田行慶です。今回は、牛ですね。来年の牛の第4回目ですね。第4回目、まあ少し前よりは3回よりは難しくなりますが、こういう絵ですね。こういう絵を今回は描いてみましょう。それでは今から闘牛を描きます。まず薄墨ですね。薄墨で顔の方ですね。顔の方から描きます。ここまで描くと次に角ですね。角をちょっと誇張して少し長い目、角の前に目の形を置いとく。でここで鼻ですね。鼻の穴を描いとく。ここが頭になって体の方に、まあ、体は少し大きめに描いておく方が勢いが出ていいでしょう。こちらの方まで描いていく。でここが足ですね。でこの足が踏ん張ってる形ですから少し外に出す。こちら側ですね。こちら側に出すということですね。でここに蹄を描きます。前ですね。前の方の足はこっちですね。この辺ぐらいから太い目に出してだんだん細くしていきます。それでここでは細くなって蹄ですね。ここで次は下側ですね。下側を描いていきます。ぐーっと描いています。もう足の根元は無視してここまで描きます。それで次に向こう側の足ですね。これも力強く描かないけないのでこう来て、ここで反対側に返して、でここに蹄を描きます。前の方ですね。前の方、顔の向こうぐらいに描いてもらってここで蹄を出します。で大体ですけど尻尾はこの辺やということで、あらかじめ薄墨で線で描いておきます。角ですね。反対側の角ですね。これをこう少し反るように描きます。ここで黄色に赤をつけます。黄色に赤をつけて顔ですね。顔から描いていきます。これも全部目も鼻も描いてしまいます。で角ちょっと赤い目にして、角向こう側の角でこうですね。足、体、少しまあ水をつけても結構ですので、筆をなるだけ右側ですね、こう右側に倒して描いていってください。時々赤をつけます。時々ね。でここまで来て蹄もちょっと赤を負い目にしてもらって、蹄のところも描きます。ここですね。ここまで描きます。軽くここも同じように上から塗っておきます。次に黒ですが、少し水をつけていただいて、それからここをずーっと描いていきます。まあどこからでも結構なんですけど、この顔のところがちょっと目のところ開けないといけないので、目のところ忘れずに開けてもらいます。鼻ですね。鼻のところも
まあ、この辺ちょっと丁寧に言ってください。開けてもらいます。で、体の方ですね、この時々水をつけてもらって、こちらもですね、この前の方ので、こういう具合にしても時々こういう具合に下の字が出ても結構ですので、こういう具合に書いていきます。なんか出てる方が少し精悍な感じがするので、ちょっと置いておきます。粗削りですね、そんな感じで書いてもらったり、ここですね、この辺ちょっと丁寧にね、もう一度この枠のところへこういう具合にね持っていってもらって、尻尾ですね、尻尾を書いてもらう。これであと目ですね、目のところを入れていただいて、ちょっとここ角と離してもらって、角のところに黒で縁取ってもらって線を入れていく。黒で縁取ってもらって線を入れていく。ひづめも少し黒で縁取ってもらって線を入れていく。線を入れていく。こんな感じでですね。で、あと少し土を蹴ってる様子があるので、こういうところにちょっとこう土がこう跳ねてるような感じ。こういうふうにしておいてもらって、それではここにお正月に合わせて迎春闘牛ね、少し難しい字で書きますが、牛ですね、ここにハンコを押すの前でちょっとやりにくいので、あまり顔の前に押さない方がいいので、後ろの方ですね、ここにハンコをします。これで出来上がりです。